どうもぼる塾でーす。お願いします。ついにプロジェクトが始動いたしました、うん、新名とうまいもん食べ尽くしプロジェクト。うまいもん大好きですからね。もう本当に大好き。お笑いより好きでしょ。まあね、やめてください。お笑いも好きじゃない。この新名とうまいもん食べ尽くしプロジェクトというのは、新名グループの魅力を YouTube や SNS を通して世の中により広くお届けしていくプロジェクトでございます。そして今私たちの前にそびえ立つこのビルがですね、その株式会社新名さんの営業部門がある新名ビルでございます。世界でも有数の港が広がる兵庫県の神戸市に拠点を置き、新名グループを支える中心的な場所でございます。では新名さんの社内をくまなく探索しましょう。えいえい、おー、新名とうまいもん食べ尽くしプロジェクト。ここが4階フロアの管理部でございます。ちょっと行ってみましょうか。行きましょう。はい、失礼します。あ、失礼します。あ、すいません、お邪魔します。すいません、拍手いただいてすごい、すいませんね。本当ザ・オフィスっていう感じでございますけれども、ね、でもいろんなところにお米置いてある、うん、ほら、嘘、いや、もうならではじゃない、新名さん。あ、本当だ、ここにもある。玄米ある。玄米最高なんだけど。あー、すごい。うわ、え、ランチにこのお米って炊いてもいいんですか。え、大丈夫なんですか。炊いたことあります。あります。あ、炊いていいんだ。最高。めちゃめちゃいいじゃん。じゃ、え、ランチじゃなくてもいいんですか。その腹減ったらすぐ炊いて食っていいんですか。あ、仕事さえ終わってれば、仕事さえちゃんとやってればいつでも米食っていいんだって。うわ、最高じゃん。しかも炊きたての米だよ。ねえ、私米にはうるさいんだよ。まず早速会社のことを知るためには、うん、もう偉い人呼んだ方が早いと思います。確かに、ちょっと偉い人に話聞きたいですね。ちょっと田中さん、偉い人探しましょう。もうこれ簡単よ、うん、すいません、偉い方いらっしゃいますか。みんな仕事中なんだよ。大丈夫、こうすれば。あんたみたいに暇じゃないんだから邪魔するな。せめて、あ、誰か手挙げてる。あらららら、え、どこですか、偉い人。あ、本当だ、えらい場所にいる。いやいや、今日はようこそおいでいただき、いや、よろしくお願いします。どうぞ、こっちいいですか。川野さんから見て、こう新名の魅力って何ですか。今日は皆さん方来てるから、もうおとなしいですけどね、はい、もうワイワイ言いながら仕事してます。今日はちょっとこう緊張されて、ちょっとおとなしい感じ。私だけこうやってやかましい。皆さん何、お米が好きと違いますか。いや、お米なんてもうめちゃめちゃ好きですよ、ね、いやいやいや、まあ、私小さい頃からおやつもお米でしたから。あ、なるほど、はい、ね、ご飯3食食べて、3時のおやつも納豆ご飯食べてましたから。本当にお米が好きで、お菓子とか食べてこなかったんですよ。とにかくお米食べることによって活力を込めます。そうなんですよ。皆さん自分でお米研いで炊きますか。最近炊いてないですね。やっぱ外食とかも多くなって。炊き方から勉強してきっちり炊いていただいたらなお美味しいですよ。そうなんですね。炊き方にコツがあるんですか。そうそうそう、これね、うちにはね、新社員に入ってきた時からそういう研修をさせました。米の研ぎ方の研修があるんですか。研修。これ結構新名さんならではの、わー、いいな、いいですね。なんか私たちもちょっと受かりそうじゃないですか、米の研ぎ方に。今日はまたちょっと勉強して帰った。いや、ちょっと確か美味しいお米炊きたいですよね。炊きたい、うん、よう知った、はい、新しい人にね、はい、ちょっともう教えてもらいましょう。あ、本当ですか。ちょっと呼んでてくれ。おらんか、若手社員さん。ちょっと恥ずかしがらず出てくるや。 あら、わぁ、綺麗な。はじめまして。なんかお米のようにこう美白な方ですね。綺麗です。今日は2合分のお米を炊きます。はい、2合分すでに量ってあるものです。はかりを使うんですか、はい、実際に。私たちはかり使ったことないんですけど、はい、お米研ぐとき、あの入ってるね、付属のカップでやっちゃってるんですけど、はい、新名流ではしっかりお米をはかりで正確に取って。そうなんですね。ポイントなんですけど、はい、1回目のお水はあんまりゴシゴシ研がずに、はい、すぐに、はい、捨てます。結構入れてすぐ捨てちゃうんですね。1回目以降からは普通に研いでいただいていいんですけど、はい、ちょっと1回目はあのぬかの香りがつきやすいので、はい、なるべく早めにさっと捨てるのが美味しく炊くポイントです。結構手つきが優しかったですね。ゴシゴシやってしまうとお米が
割れてしまって、あ、はい、大変だ。こうやってこねるみたいに私やってました。うわ、え、こうゴンゴンみたいな。あら、女さんからするとこういう女ありえない。そうですね。美味しく、あんま好きじゃない。で、4回くらいだいたい、これ4回目ですね。はい、仲間に移して。お水をかかっていきます。で今日が 300g のお米に対して、はい、新芽では 1.45 倍なので、はい、435g、はい、今からわ細かいね、435g だって、ね、ママさんはこの会社に入って何年目になるんですか？あ、私は2年目になります。あ、まだ2年目、はい、どうですか2年働いてみて。新芽もう悪口であれば小声で言っていただいて私もともとお米が好きで、はい、あ、そうなんですね。会社に入ったので、はい、いろんなお米食べれるのはすごい。あ、でもそうですよね。好きなものの会社で働けるってすごい素晴らしいことですよね。お米なんですけど、はい、この後すぐスイッチを押すんではなくて、はい、30分間ぐらいお水を吸わせておきます。炊く前にしっかりお水吸ってもらって、うん、ふっくら炊く準備になるので、はいはいはい、この30分で米が変わるって思うとなんか頑張れそうな気はしてきました。いやそうよ、だって新明さんからしたらさ30分待てない女はみっともないよ。そうよね、がっついてさ。確かに今の田辺さんの行動を振り返ってみ。オフィス入ってきてすぐ米に触れてさ、30分待てなくてさちなみにですね、この新明さんに面白い上司います？私の先輩の営業部の宮城というものがいるので紹介します。はいはい、宮城さん面白いんですか？そうですね、面白いかと。面白いちょっと苦笑いですけど大丈夫ですか？本当に思ってます？面白い。大丈夫です。はい、大丈夫ですか？元気でたくましい方。元気でたくましい方。男性ですか？元気でたくましくて面白いってことですか？そうです。え、モテるだろうね。中山筋肉さん中山筋肉さんお邪魔します。あ、あら、すいません。いい会社ですね、先ほどから。いや、本当に優しい。あら、もしかして。宮城さん。うわ、確かに、たくましい。本当だ。聞いてたんですよ。いや、ちょっとアンリタイプじゃない。ちょっとやめてよやめてよ。いや、私幼馴染だから分かるけど、アンリのタイプど、ど、もうドストライク。ちょっと一回外出ていいですか？ドストライクじゃない？ちょっとドストライクです。宮城さんはこうどんなお仕事をされてるんですか？主に、まあ、家庭用っていう量販チェーンさんと業務用って言われる、まあ、外食チェーンさん向けにその米をまあおろさせてもらってるっていう仕事です。一押しの商品って何ですか？まあ、赤富士米っていうもの、うん、まあ、新芽の赤富士というブランドですね。中身は一応ブレンド米なんですけども、はいはいはい、まあ、新芽長い年月、はい、その辺のノウハウを、はい、まあ、生かしてあのブレンド米を作ってるので。新芽のいいところって何ですか？皆さん結構フランクで、うん、まあ、締めるときは締めるんですけど、はい、まあ、基本的にはまあフランク。いやでも確かにそうですね。こう、はい、さっき上にも行かせていただいたんですけど、皆さん拍手で迎えていただいて、はい、でここに来ても拍手で迎えていただいてね、なんかフレンドリーな方が多いなっていう印象はありますね。はい、そんな中でも一番面白いってことなんですよね、宮城さんが。ね、ちょっと面白いのやめてもらって野間さんが言ってたんですよ。野間さんがすごくね、ちょっと後で乾杯の君は後で、どんなところが面白いって言われるのかなみたいな。大阪の出身なんで、はい、まあ、ちっちゃい頃から吉本さんの芸人さん見て、はい、まあ、育ってますんで、はい、まあ、芸人さんの、まあ、真似事なんかをね、はい、まあ、させてもらったり、最近お気に入りのそのネタは何ですか？新喜劇。ああ、新喜劇なんかのそのやり取りのくだりなんかとかっていうのをね、なさしてもらったり。首どいる砂とか。あ、そうですね。まあでもいいですね、そういうの楽しいですもんね。楽しい楽しい。やってもらいます、ここで。恥ずかしいんじゃないですか？大丈夫？そうですね。 YouTube 来てるんですけど、出たい人います？出たい人います？出たいよ。出んのかい？あ、出んのかい？あ、出んのかい？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 うわじゃあどうぞどうぞ。やるやるか、こんなの。いないの、こんなオフィスでやる人。宮城さんも含めね。あのさ、うん、なんかね、うん、いい匂いがする。いい匂い。いい匂いが。そうですね、あの、まあ、新名ではですね、よくこの事務所で、はい、あのご飯を炊いて、まあ、みんなで試食したりとか。あ、試食があるんですか？はい、してるんですよ。へぇ、はい、多分上に試食あると思うんで、それで食べましょうか。え、食べていいんですか？はい、どうぞ。食べていいんですか？うわ、やった、神戸来てよかったね。いや、よかったよかった。やったー、わー、やったー、わー、こめこめー、やったー。おー、待ってました。うわうん、うん、
うまい。シンプルに。うわ、めちゃめちゃ美味しいこれ、うん。これすごいわ。すごい。すごい。ちょっとおかずなしでもいけるぐらいの美味しさ。うん、本当美味しいね。美味しい。止まんないじゃん。止まんないじゃん。ずっと食べてる。おいしい。あら、ちょっと誰ですか。食事中なんです。撮影中、食事中って社長です。社長さん。そうです。あ、社長です。あれ、すみません、ちょっと、あ、ご無礼だよ。はじめまして、私たちボル塾と申します。よろしくお願いします。すみません、なんか PR に選んでいただいて、ありがたいです。加藤さん、なんか見た目がすごくなんかお若い気がするんですけど、年齢とかお聞きしても大丈夫ですか。56歳いや、見えない。あら、見えない。え、本当に見えないです。え、なんか体も結構鍛えてらっしゃいます。鍛えてますね。お米しっかり食べて、はい、しっかりトレーニングして、はい、体脂肪率 12% をキープしてます。すごい。私たちは体脂肪率測りきれないんですよ。YouTube のやってると聞いたんで、はい、はい、それでちょっと見させてもらったんですけど、はい、実はね、はい、当社も新名チャンネルやってるんです。え、チャンネルがあるんですか。そうなんですか。そこで新名チャンネルのリーダーが今来ますので、はい、トムロ君。トムロさん、はい、はい、あ、どうも、どうも、はじめまして。なかなかのやり手でしょ。いや、ちょっと見た目からはあんまり伝わってこない。普通のこう社員さんって感じがするんですけど、新名チャンネルを任されてるということなんですね。そうですね、はい。今日はそれでこの赤富士丸を食べてもらって、はいはい、そのね、表現をね、はい、このお米美味しいっていう表現を、うん、このトムロ君とぜひ対決してほしいなと思います。あら、このお米のプレゼンってことですか。プレゼントになったらうちの田辺もすごいですか、ね、ちょっと、まあ、体もそうですよ。もう体を使ったプレゼンします。体、はい、ね、使った。体もどんどん使っていきたいなみたいな。あらららら、あ、田辺さんもできますよね。できない。あー、ほらほらほら、張り手ですよ、張り手。当てないです。いや、ちょっとじゃあ対決しましょう、これ。赤富士米プレゼン対決。いやー、では、いきましょうか。よろしくお願いします。まずね、こちら赤富士、名前縁起がいいですね、うん、しかもこの柄も見て、富士山、うん、ね、紅白で縁起もいいです、うん、縁起のいいお米、これはぜひ皆さんに食べていただきたいですね。これはね、作っていただいた方に私は感謝状を書きたいくらいですね。お、今赤富士米のように芸能界で輝いてるといえば誰ですか。私ですね。ぜひ皆さん、こちらの赤富士米食べてみてね。バーイ。よー、終了。では、トムロさんのプレゼン、よろしくお願いします。元気ですか。あ、新名チャンネルのトムロです。この赤富士米の美味しさの秘密、はい、ご存知ですか。知らないです。まだ分からないですね。分からない人いるんですね、やっぱり。ラストチャンスをあげないと、これ明日からいないんで。あらららら、ラストチャンスどうしますか。断ることも可能です。断ることもできます。一回ハードル下げましょうか。ちょっとはるちゃん、ハードル下げてみて。はい、よくやります。パンパンフライパン、ありがとうございました。これでだいぶハードルは下がったと思う。はい、ちょっとハードル下げておきました。ギャグってね、この程度なんですよ。パンパンフライパンでいい。そう、はい、なんでもいいんですよ。この程度いけるいける。ポンポンスポンポン。最高最高、いいんですね。いいですね。スポポン。ポンポンできたらやれば。ありがとうございます。やればできるやん。やればできる。みんなで一回やりましょうか。せーの。ポンポンスポンポン。あ、やめた方がいい。やめた方がいい。新名とうまいもん食べ尽くしプロジェクト。楽しかったね。楽しかった。あら。フラベさん、どうしたんですかしら、米いただいちゃいました。あら、もらったの。あの、プレゼン対決の商品、いや、本当にいい会社でしたね、今回。いや、すごい、ね、いろんなこと知れて、うん、会社の人たちみんな明るくて、うん、なんかすごい楽しんでる感じが、うん、すごくいい会社でございましたね、はい、そして、新名の YouTube チャンネルもぜひチャンネル登録してみてください、はい、ということで、今回のうまいもんは
赤富士米でした。ありがとうございました。